任せとけ。なんでなんだろうね、なんでなんだろう。不思議なことだ。俺もわかんないもん。でお腹減った本当に。赤い、まだ？美顔使うか。強い。切った。あれ切れない。結膜炎。目かゆい。すいません、あとちょっとやばいのがあって、ありがとうございます、ちょっとなんでこれランキング下がっちゃうんだろう、これ不思議だな。あとペリッパーくん、これいつ取り来るの、この機械。いや不思議なんだよね。不思議だ。アリスありがとう、参考衣装。いや不思議なんだよなこれ。ありがとうございます。あ、アリサさん、好衣装ありがとうございます。アリサさん、好衣装ありがとうございます。いらっしゃい。アリサさん、ありがとう、衣装ありがとうございます。2倍、うん、不思議だな。不思議だな。昨日まで3位だったのに。不思議だな、なんでこうなるんだろう。うえ、いや不思議なんだよね。あ、もうちゃんありがとう、おいしょ。いや不思議なんだよこれがまた。やべ、なんか入れるか、お腹。あ、やべ、
もうちゃんやとおいしょ。いつのだ？油そば。作り方が簡単なんか。捨てたの？いや、まだ封印されてる。そっとじ。これはやばくないか。水滴すごいけど、うわうわうわ、ちょっと待って、開けて常温だこれ。俺の記憶だと、あった、いいんだこれで俺、あ、どうさんありがとう。エルさんありがとうね。ありがとうございます。肉焼くか。肉って解凍しないといけねえんじゃね。これバチバチになるんじゃねえ、これ。ちょっと待って、明日俺札幌行っちゃうんだよね。あ、朝とか来れる？朝とか。朝11時ぐらい。仕事なんだ。そうか。これはチンした方がいいのか、解凍なのか。これはオッケー。よし。
容器がねえな。これちょうどいいなるじゃん。何日間わからん。もう風呂入ったのに。帰ってきたら行きます。はい、エリパ君ありがとう、お願いします。これ溶けてんのか、これマジで何分やったらいいんだよこれ。あ、終わじゃん、車検。は、何これは、開いてるのかな。開いてないかもしんない、これ開いてないわ、これ開いてないんだったらいけるんじゃね。もういいや。あ、てか待って、ニンニク、油いらなかったんじゃね。なんか嫌な予感してきた。油いらなかったんじゃね。これ危なくね、普通に考えて。いや俺危ないと思う。ほら始まった。もうだから嫌だったんだよ俺、このバチバチが。また床汚れるわ。あ、やばいやばいやばい、ちょっと待って、タンマごめん、一回読める。テイク、うわっ、あ、ダメだ、ちょっと待って、待って、タンマ、ちょっと待って、あ、待って、ニンニクじゃないな、生姜か、やばい、焦げる、あ、やばいな、ちょっと待って、
これミッフィーもらったやつ、羨ましいか、やらねえけどな、何でもこじるな俺のものを。あ、ごっこありがとう。よいしょ。勘違いも甚だしいぜ。舐めてんじゃねえぞこれ。あ、ちょっと待って、あ、やべえ焦げてる。ちょっと待って、タンマン塩コショウどこ、ちょっと待って弱める、塩コショウどこ、ないと何もできないんだけど、まあいいや、これてて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 てはい、どん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 、やべえこと思い出した俺。外縁しかねえ。いや、これ料理配信じゃないよ。ちなみに。いや、俺の箸知らん。箸すらないんだけど、この家マジ知らん箸。いや、箸すらない家ってあるんだ。箸すらない家ってあるんだね。うわ、箸すらないってあるんだ、そういうこと。ごめん、箸がない。あったけど、ちょっと待って、ちょっと待って、割り箸もなくなっちゃった。肉分解。あ、ちょっと待って、よし、この3枚をガチでマックする。概念用がない、仕方ない。あ、やべえ、あった、塩コショウ。早く言ってよそれ。からのみんなに見せてやろう、お前らとの格の違いを。がないわ、始まってる、これみりんがない事件始まってるわ。次はあった、いや、じゃあみりんの前に、次はお酒もないわ。あ、お酒、ちょっと、ちょっと入れますね。醤油をちょっと入れますね。生姜をちょっと入れまして、でちょっとあれしてまして、でみりんちょいちょい入れまして、あっち、
で、香りつけにニンニクちょっと入れまして、あ、やっぱ入れすぎた。暑かった今。終わった。菜箸で食べたらパチ当たるかな。箸が本当にないんだけど。俺は何のためにこの家に住んでんだろう。なんか箸がここら辺にあった気がするけどな。あ、ダメだ、箸ないわ。ごめん箸ないわ、ごめん。あ、あった箸。うまそうでしょう、ね、じゃあいただきます。広角レンズ、そう、前買ったんだけどね、なくなっちゃった。よし、じゃあいただきます。豚丼。うまい。なお。もっちもち。癖になる味。うん。もっちもち。どうめ。
岩塩を入れたことにより岩塩の酢の味、あーもうあれやぞ、岩塩の酢のうまさが出てる。やばい、ご飯がすごい進む、レベルが違う。てか俺多分ね、ぶっちゃけて言っていい、俺マジで定食屋出せるかも。本当に俺ありがとう。でも出すとさ、これマジで言っていい、ガチリアルな値段、この3枚でかつこの丼で2500円、マジで これはやばい。待って、リアルにうまい。本当腹減った。これやばいわ。うますぎる。ニンニク、醤油、酒、みりん、終わり。あと岩塩と胡椒。味もやこう、お腹パラソースやこう、ありがとう、おいしょ。待ってよ、あれ、なめたけ俺さっきどこやった、困った時のこのなめたけ、ありがとう、おんさん、この困った時のなめたけ、極力なめたけっていいよね。ニンニクかけてる。
本当はこれを食べて寝た方がいいんだよ。本来はこうやって血糖値をぶち上げて横になる。そうすることに寝れる。炊飯器あるのに炊かないのはなぜなぜ？それは決めがない。ごちそうさま。もう早く明日になってほしいわ。油は蓋してなかったわ。なんで床に物置くの？なんか病気なんだろうね、俺って。最近気づいたけど。多分重度だと思う。明日全部やる。すべてやる明日。そのために早起きするんだろ。本当は誰か来てほしいけど、ダメか。じゃあみんなは毎日掃除してるの？無理、やらない。逆にもう そこまでやるとやりたくなくなる。明日するっちゅうね、どっちみち。いや、明日するっていうのは変わりない。協力するか。明日どういう風に片付けたらいいか。明日間に合う。17よかった。でもね、あの不幸中の幸いか、今日予約昨日やったのにさ、取れんかったじゃん。で遅くなったじゃん飛行機。それが不幸中の幸い。全部計算通り。生まれ持った才能かもしれない。しません。鎌倉だっちゅうに。鎌倉やっちゅうに。帰りは未定だけどね。パソコンほこりかぶってはないな。いや、ユンボかどうかわからないけど、やるの。
や俺朝やりたいもん。もう夜やると迷惑じゃん、カンカンの音とか近所に。あ、50個ありがとう、ストリートスナップ。もちろんありがとう。迷惑でしょ。それを言ってるんですわ。迷惑なことしたくない。人に対して。だから昼やった方がいいじゃん。人いるかって感じなんだけど、いるのかな、横に住んでんのかな、住んでないのかな。もう明日11時マジ準備する。あと洗濯はもう終わってるから、掃除、ワークマンプラスやったらレッツゴー羽田1時間半。行きます。土屋さん会ったことあるよ、男。確かね、隣の隣の隣が外国人だったんだけど引っ越した。犬の鳴き声は絶対1階の角、間違いなく 99.999%。あ、残りありがとう、アリさん、おいしょ、うん、そういうもんですよ。あ、お腹いっぱい。ただ一つ、今日何曜日、一つでも不快なことがある。金曜日でしょ、明日金曜日でしょ、うん、なんとかなるか、なんとかなるか。あ、もーちゃんありがとう、おいしょ。なんとかなるね。こんなチリチリになるのかな、人の髪の毛って。なんでこんなチリチリになっちゃうんだろう。でもさ、全然明るくならない、色が抜いたのに。そういうもん。ナイス、ありがとう。そういうもんなんかな。いや、だから色が落ちてきてね、なる可能性あるじゃん。ありがとうございます。かなり強いな。どうすんのこれ、ずっと黒だったら。これブリーチした意味なくないか。あれ不思議だ、不思議だな。健康保険料全部溜め込んだやつも払っちゃった、昔すべて払ったね、うん、
けた。税金も税金関係は全て払いました。そうそうだ、そう、をつけてません。だから一回また静岡戻らないといけない。それは到底じゃないけど見せれないよ。マジで見せれない。ごめんだけど。3月15まで。時期本当やだ。来るぞー。また毎年恒例。お前絶対過少申告してる。もしくは税金払えやっていう連投のやつら。寝ませんよ。たところで何もならないじゃん。どうして配信者ってわざわざ美容院行って中途半端な髪型なんだろう。中途半端か。中途半端。水上風邪。それあるかもね。払います、しっかりと。怖いよ。俺もビビってるもん。税金怖いですよ、僕も。メタメタ怖いわ。寝た、これ寝ないでください皆さん。まだ始まったばかりです。始まって